さあやっていくわけなんですけどね、こうやってセーブのデータの仕方とかもよく分かってきましたんで、いきます。ちょっと先進めたんですけど、これ一回ね、ここ戻るとすげえいいことが分かった。戻ると、あのね、まずここで回復はもうすでに済んでてるんですわ。で、EA にしてあいつからまず守る。守ってるんだけど、こいつ仲間なんですわ、あの ミサイルみたいなのが。で、この人は、さっきのハンターの頃に戦闘だったんですよ。いた？あんなやったっけで、俺は一体のリーズもねえぞ、みたいな。全然余裕なんですよ。っていうか、自分の基地をちょっとずつ有利な方向に移動させながらみたいな感じなんですよね。これで一回ブラッとキャノンを持っているのが分かる。苦手ですよ。ハイにしてこういう自分の好きなのないこれ。この辺何もやってない。タイタニアってあったの？あったのってこの時からやってない。ワープしちゃうと僕言いますから、次僕に行こうっていう話になってきますね。周りにめっちゃミサイルある。あ、先にミサイルにあったかな。今ミサイルかなかったのか、敵や。こういうことなんですね。ちょっとオーガバトルやりたくなってきたいんだけど、合流してくるやん。これうまいことベクトルになる橋からこれあったよね。待ってたし、全部倒してからピンマ倒せとか、そういうのってさ、作戦士完了とかなんで、そこまでこだわりはないみたいですね、これから。ああ、難しい。あのでっかいのになってたよね、僕は。このシールドで入る。ここにまず移動しないのか。これ何これ。移動して、回復した。回復して、EA にして、ここに行こう。ここに行こう。いけ。うまい。面白い。うまいっていうか、面白い、これ。あ、やべ。何かわからん、これが。何か。また歩くやつね。歩くのどうやってセレクト答えてるっていう。
さんの方が良かった。おさんの方が早い。うわすげえ、トランスフォーマーの映画ももうわけわからんよね。あれ早すぎて滑らかすぎてさ、傾かされてる自分がいる。コントローラーをやっぱりね、あの傾きセンサーってさ、ついていけんなと思ったけど、やっぱり使ってたんやね、体では。ということで、ここは何となしたのか、ここまでセーブしましょうね。はい、ありがとうございました。セーブしたんだから、下を押して、長押しですからね。よいしょ、こういうことです。